そうですね。さあ緊張感の中ゲームが始まります。まずは日本の先発青柳がマウンドに上がります。初球ボール球です。膝元へのシンカーはボールになります。ですね、はい、変化球が決まっています。さあ2ストライク追い込みました。外へのスライダー、ここは見極めています。押し出しの先制は避けたい場面です。さあこれで決まるのか。このピンチ見逃しで三振を奪いました。ピンチをしのぎました。ご覧いただきましょう。先に点を取られそうな場面でしたが、ここは三振を奪いました。まあ予想以上にボールが切れてたんでしょうね。